よりアルファグランデ船橋先側が、2階の内覧動画を撮影したいと思います。まずこちらが玄関でございます。はい、シューズボックスは裏側に上と下上下にございます。そんなに大きくありません。続いて廊下をまっすぐ行きますと、こちらドアを開けるとすぐ段差があるのでちょっと気をつけていただければと思います。こちらはリビングで、約 10.2 畳です。リビングダイニング 10.2 度ということです。でこちらのキッチンが約 2.5 畳ということですね。はい、若干狭いですが L 字型キッチンですので、まあその辺はうまくカバーできるのかなと思います。ちょっと冷蔵庫置くと狭い気がしますね。はい、こちらは食洗機はついておりません。浄水器もついておりません。はい、続いて洗面の方行きます。こちら段差になってますので洗面の方は、どこですかね、こちらになります。こちらも段差がありますのでお気をつけください。で正面に、洗面化粧台があります。新品でございます。でこちらが浴室になります。こちらはちょっと広めのユニットバスです。一部、交換しているということです。はい、続いてこちらはトイレでございます。ちょっと電気つかないくらいですが、綺麗になっているということです。続いてこちらは洋室、玄関入って左側の洋室 6.3 畳ですね。ちょっと窓を日焼け防止のために黒いカーテンかかっているのでちょっと薄気味悪い感じになってますけども全然大丈夫です。はい、収納スペースがたっぷりあります。続きまして、こちらお隣の部屋が、難度として約 4.1 畳の間取りです。はい、収納スペースあります。はい、続きまして、こちらに開けますと明るく一気になりまして、和室がリビングの隣に6畳あります。収納スペースももちろんございます。最後に、こちらでバルコニーの方に向けられます。大きさはまあ普通です。眺望はまあ目の前に、道路、一般道路がありますので若干車の音はします。眺望は普通です。はい、以上で内覧動画終了したと思います。まあリフォームされているので、状態は比較的良好でございます。あとは東南角部屋というのがこちらの、特徴ではないかなと思います。あと、物件価格も比較的お手頃な価格になっております。以上です。内覧動画終了します。ありがとうございました。